篠の目駅は東京都江東区篠の目二2丁目にある東京臨海高速鉄道臨海線の駅である。駅番号は r 0に、最初は建設計画がなかったが、江東区の西岸駅として開業している。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。臨海線の多くが地下駅となっているが、当駅は大崎駅、新木場駅とともに数少ない地上部にある駅である。 また、相対式ホームも臨海線では当駅が唯一である。これはすでに旧、日本国有鉄道軽量貨物線として計画され、ほぼ完成していた、複線用の高架橋を生かしたまま駅を後付けする、形で建設したためである。2019年度の1日平均乗車人員は7313人で、ある。臨海線内8駅中再開。ただし、開業以来、 利用客が毎年増加している。開業以来の1日平均乗車人員推移は下表の通り。篠の目は東京湾埋め立て11号地に作られた新しい町である。かつて周りは見渡す限りの工業団地、物流基地であった。その後国道357号北側の開発が進み、大型ショッピングセンターや商業施設が開業した。 2005年以降は超高層マンションなども多数建設され住民が急増している。都営バス駅前にロータリーがあり、篠の名駅前停留所がある。都営バスの以下の路線が乗り入れる。東北急行バス篠の名駅北西側にある。停留所名は東北急行東京営業所。京成バス篠の名駅から北に徒歩約10分の場所にある。停留所名は 死ノのめし特急便に限りあたり停留所より発着。その他の便は浜松町バスターミナル始発。当駅はテレビコマーシャル撮影で多く使われている。出店。ありがとうございます。